ましては、2002年のダービー馬、タケドギムレットです。騎手はブライアンズタイム、母の騎手はクリスタルパレスです。種牡馬入り後は、初年の3区から歴史的名品ウォッカを含む5頭の重賞勝ち馬を送るなど、いきなり大ブレイクしました。他にもブラックスピネル、オールザットジャズ、ハギノハイブリッド、ミッドサマーウェアなど、コンスタントに重賞勝ち馬を出しており、これまでに13頭の重賞勝ち馬を輩出しております。産駒はロベルト系特有の力強い筋肉と強靭なバネから父に似た鋭い末脚を繰り出すのが特徴で、その鋭いキレが生きる広々とした直線の長いコースでの活躍が目立ちます。サンデーサイレンスを父に持つ牝馬と相性が良いのはもちろん、ルション、デヒア、アグネスデジタルなど主流ではない血統からの活躍が分かっており、配合は以上選ばない柔軟性も魅力の一つです。またどっしりとした安定感があり、足元が丈夫な産駒が多いので、体質に不安なところがある繁殖の配合相手にぴったりではないでしょうか。力強さと柔軟性を兼ね備えたブライアンズタイム系種牡馬タギノギムレット、本年の種付け量ですが産駒誕生後30万円にいたしました。ぜひ配合相手としてご検討ください。以上、タギノギムレットでした。